はい、どうもゴルフィング4です。どうもです。今日です。はい、今回は古いドライバーの指導をしたいと思います。はい、四角形ドライバー。はい。FTIQ です、うん。キャロウェイですね。2008年とか9年ぐらいのモデルですね。うん、まあ、四角形ドライバーがちょっと流行った時期、ナイキのサスクワッチとか、うん、そうそうそう、まあ、その辺のやつでしょ。これ実際トモの私物買いましたよ。買ったのね、うん、すごい古くて知り合いに貸したんだけど、もうそのシャフト自体がもう折れて、うん、ヘッドのみだったんだけど、でこれシャフトがね、もう本当に動画にするかもわかんないから、もうただただあのエッグワンっていうドライバーの純正シャフトを入れました、うん、ドラコン用でエッグワンを使ってたから、そのシャフトを変えた時、これ抜いたやつをまあぶっ刺しただけなんだけど、うん、まあ、今回これをちょっと売ってみたということです、うん、あの当時のこれのもう曲がんないってことだったんだろうね、まあ、やっぱ完成モーメントが大きいとかっていうことでしょ、うん、こういう形っていうのは。今回は、量だけですね、打ったのは。ただちょっとヘッドスピード落としたりとかして打ってるので、うん、まあ、見てもらいましょう。はい、はい、どうぞ。
ですね、まず見た目めちゃめちゃフックフェイスです、うん、ディープではないかなっていう感じかな。結構今時のドライバーだったらこうお尻が長いというか、うんうん、ドライバーで、これはただそれに角がついたんじゃないかな。そうだね、まだでも若干今の方がお尻長いかもしれないね、うん、って感じで、多分完成モーメントとかも多分5000超え、うん、今ならもう普通だけどね、うんうんうん、どこのメーカーでもまあ5000ある程度超えたりするんだけど、当時は多分最大級でキャロウェイのメーカーの方では返したので、当時のやつではね、これ本当の純正はなんかスピードアクシスとかなんかその辺の、うん、その頃のねやつでしょ、うんうん、まあ、ヘッドの性能で言うと、あのもうフックフェイス通り捕まります、うん、めちゃくちゃ、うんうん、あの右に逃がしても返ってくるような、うん、レンジボールで、ここのレンジボールが若干スピンが多く入るんだけれども、でヘッドスピードで打つとドロップしてたので、多分普通に、ロースピンに打てると思います。多分本球だったら1800とか1900で、まあ、僕のね打ち方であったら打てると思うし、ちょっと振っていっても多分2600とか700ぐらいで打てると思うから、最新のドライバーでスピンが多めの、ドライバーと比べたらこっちの方が逆にスピン減って飛ぶんじゃねえのっていうような感想で、うん、スピン量に関してはただ、うん、初速はやっぱりちょっと出ない感じかな。2ぐらい出ない、うん、マックスは 2.5 ぐらい出ないかもしれない。ちょっとこの捕まる度合いが強すぎて 右に逃がしすぎてさ、うんうんうん、ちょっとこう圧かけれないみたいな、うん、逃がしてるみたいな感じがある分だけ、まあ、2.5 ぐらい出ないかなっていう感じかな。球も結構上がりやすいので、この形状に僕は全く違和感がない、うん、だから最近ゴルフ始めた人、うん、この存在すら知らない、知らないね、ここ 4,5 年で始めた人とか、うん、キャロウェイってこんなん作ってたんだって思いもしないよね、うん、なのでこれに関しては僕は全然コースでも使えるしっていうか、まあボールのさ性能ももちろん上がってるわけじゃん。だから多分今のボール打ってちょっとこうフック目でロースピンで飛ばしたら余裕300いくし、うんうん、もっと気に入ったシャフトとか合うシャフトつけたらもっと飛ぶかもしれないし、ただこのネックのこのプラスチックをどうやって探すかいつ外れてるのか、いつ外れてもおかしくないからねこれ、うん、まあ、でもダカンとかは結構あのサスカッチみたいにうるさくなくて、うん、ちょっと閉まってて金属音はそこまでこうしない、フラッシュとかさあんな音はしなくて、うん、ちょっと弾き感あるねぐらいの感じなんで、うん、すごくね僕は気に入った、うん、ラウンドでも僕使っていいと思うこれハーフぐらいだったら、そうね、うん、面白いです。多分店に置いてあんのかな、今中古屋あっても多分もうね、うん、千円だと思う、そうそうそう、もう3000円とか切ってる切ってる、うん、だから初心者の人で、うん、その見た目が面白い、うん、そしてスライサーの人が練習用として買っても面白いと思うし、うんうん、キャロウェイ好きの人がコレクションとして持っててもいいよね。そうそうそう、カーボンなんだよね。そうなのよ、ちゃんとこの時から、そうフェース以外もここか、この厚み以外は多分ね、こことね、うん、普通に300打てます。あの、ね、僕ドラゴン選手だから打てるってわけじゃなくて、多分性能的に、うん、スピンが少ないので、うん、意外といいぞっていうドライバーでした、うん、その捕まる分だけフックドローバー安がこう、うん、強いっていうことですということでした、はい、まあ、今後もちょっと古いなんか名機ドライバーとか、うん、ちょっと際物っぽいやつね打っていこうかなと思います、はい、はい、ということでした。ありがとうございます。